小賀春江、小賀春江、小賀春江、1895年6月18日から1933年9月10日は、大正から昭和初期に活躍した日本の男性洋画家である。日本の初期のシュルレアリスムの代表的な画家として知られる。本名は、亀尾、吉尾。後に漱石に入り、小賀良将と改名した。春江はあくまでも通称である。 1895年6月18日、福岡県久留米市の禅福寺の住職、小賀聖純の長男として生まれた。禅福寺は、江戸時代初期からの歴史を持つ浄土宗の寺である。小賀春江は、父、聖純が53歳、母、医師が43歳の時の子供でただ一人の男子だった、小賀春江が生まれる前に三人の女の子を設けたが、二人は、創生した。 松田実、口述によると、そのために、両親や姉の出来合いを受けて育ったという。また、小さい時から病弱で神経質な子供だったとも言う。後に妻になる、岡義江が残したメモにも、小川、生来病弱で、子供の時から外に出ることを嫌い、毎日読書や絵を描いて暮らしたこと、規則に縛られることを嫌い、孤独を愛したことなどが記されている。1902年、 明治35年4月に、久留米日吉尋常小学校に入学。1906年、明治39年3月小学校を卒業し、4月には、久留米高等小学校へ入学。1910年、明治43年同高等小学校を卒業。同年4月に、中学秋吉校へ入学。この頃から、久留米市の洋画家、松田実、定章に絵を習い始めた。 1912年、明治45年、中学3年の時に、両親の反対を押し切って、大学、洋画研究のために上京し、太平洋画界研究所に通った。翌1913年、大正2年には、日本水彩画界研究所へ入って、石井白亭に指示した。この年、当時蔵主ヶ谷に住んでいた、坂本半次郎を訪問した。1914年、 大正3年、同居していた友人の藤田健一が自殺したことに、衝撃を受けて精神が不安定になった。このため、心配した父親が小川を帰京させた。帰郷中も、精神不安定な状態で、家を抜け出し阿蘇山で、投心自殺を起こしかけ、地元の人に止められたと言われている。翌1915年、大正4年に1月に、長崎に遊んだ後、 2月に創籍に入り、吉政と改名、春江を呼び名とした。3月には再び長崎に戻った。長崎滞在中に、父の重邸の娘と恋愛関係になった。二人は、熊本の山賀温泉に逃避行したが、まだ女学生だったため追いかけられて捕まり、二人は、離されてしまった。その後、久留米に戻ってきている間に、岡義江と恋愛関係になった。岡江は、 クルメではよく知られた文学好きの女性で、古賀より4ヶ月ほど年上だった。家畜で、姉さん女房型の女性だったと言われている。岡は当時、結婚に失敗して、クルメに戻ってきていた。双方の親たちは、結婚に反対だったが、結局、全福寺を継ぐことを条件に許された。後年吉江は、小賀の女性問題や、家計のやりくりで苦労させられた。吉江なくして、 小賀の画家としての体制はなかったと評する人もいる。この年の冬に再度上京した。翌年の1916年、大正5年7月に父親を亡くし、父の後を継ぐために、宗教大学、後の大正大学の長高生になり、学業の傍らへの制作に励んだ。同年には、日本水彩画会員に押された。1916年11月に、 岡義恵と結婚し、結婚式を挙げたのはもう少し先のことである。引き続き宗教大学に通った。翌1917年、大正6年、太平洋が開店に、古道、水産院が入選した。しかし、この年の9月に、六幕園を患い神田長谷川病院に入院、11月に全開したものの、保養のために帰郷する車中で、インフルエンザにかかり、 急性肺炎を起こし入院、一時帰宅状態になった。これが原因で大学を休学。翌1918年、大正7年には、宗教大学を退学し画業に専念する決心をした。この頃から、油彩画に手をつけ始めた。一方、宗教大学に通っていた間は、親からの仕送りがあったが、退学して、家を継ぐことを放棄してしまったため、 それも滞こりがちになった。以降、家計の問題は、吉江の一手にかかるようになった。水彩画展や高風会展に出品し、1919年、大正8年の秋、二家店に鳥小屋が初入選した。翌1920年、大正9年1月5日、小川、岡吉江と久留米で結婚式を挙げたが、9月に体を悪くし、再度帰郷した。この 1924年4月に上京するまでは、ほとんど、久留米と福岡にいた。1921年、大正10年1月、妻の吉江が女の子を産んだが死産だった。このことがきっかけとなって、埋葬に着手した。水彩画の方の埋葬は1922年、大正11年春に完成、同年5月の来目展に観音と共に出品された。 1922年、大正11年、油彩画の、埋葬、油彩、キャンバス、総本山地代人像京都国立近代美術館帰宅と、2階より、おにか店に出品しともに入選、埋葬は2箇所を受賞した。埋葬と、2階より、は、翌1923年、大正12年に、パリのサロンド・トンヌで開催されたにか店でも、 日本部の出品作品に選ばれている。一方、神原康氏中川紀元、矢部智ら二課出身の画家13人で、アクションを結成した。この後、アクションは1924年、大正13年10月3日に解散する。1924年8月と10月に、新州に旅行した際、当地の女性と親しくなり、この女性が上京してきたので、 下屋に家を借りて、同性を始めた。しかし、1925年、大正14年に女性が病死したことで関係は終わった。1924年から1925年にかけての小川、アンドレ・ロートからの影響を受けた作品、魚市場、肩掛けの女などを描いた。この頃、日本の一部の画家の間で、ロートの様式が流行し、小川もその中の一人だった。 石井白帝によると、という、1926年、大正15年、昭和元年に入ってからは、東京に定住するようになり、西中江海遊に押され、また、クレイ風の絵を描き出すようになった。翌1927年、昭和2年の8月に母を亡くしき郷、9月には、 東京に戻ったが、11月になって、神経衰弱を患い、再び帰郷した。翌1928年、昭和3年5月には、長崎へ転地し、そこで、聖火などを制作した。この年、中川紀元の紹介で、東郷政治を知り、さらに、東郷を介して同年暮れか、翌1929年、昭和4年初めに、安倍混合を知った。 この時期を代表する絵として、演歌、1927年、油彩、キャンバス、90.561.0センチメートル、財団法人、川端康成記念改造が挙げられる、素朴な月よ。1929年、油彩、キャンバス、117.091.0センチメートル、ブリジストン美術館像も、この時期の作である。この頃は、クレーの絵を描いていたが、 1929年に、なると画風が変わり、構成的なシュルレアリスムの絵が現れ出す。小賀の代表作の一枚、海、1929年、油彩、キャンバス、129.0、161.0センチメートル、西中井16回転出品、東京国立近代美術館像が描かれたのは、この年である。1929年9月の二課展では、 小島善三郎、里見勝蔵、小島善太郎、鈴木嗣夫と共に監査に加わったが、相当負担になったらしく、この後しばらく寝込んだ。これ以降小川は病気がちになった。小川医者に見てもらっているが、小川の病名に関しては、妻の吉江が松田実るに宛てた手紙の中で、病名があまりかぐわしくなかったものですからと書いていたり、古川里次がエッセイ。 小賀家の球場の中で同様に、あまりか詳しくなかったと書いたのみで明瞭に述べていない。実際は、小賀のかかっていた病気は梅毒である。この頃、小賀のアトリエを訪ねた中野義和によると、シュルレアリスムの絵の他にも、写実的な風景画も混じっており、時々は、写実的な絵も描いていたようだ。ゴールデンバットを1日10箱くらいもたしなむ、ヘビースモーカーで、タバコを加えながら、 絵を描いていた。すでに手の震えが始まっていて、シュルレアリスムの幾何学的な細い線を描く時などは、手が震えて、うまくいかず困っていたことがあったという。同年11月、1930年協会に加入したが、12月には二課開会会員に推挙されたので、協会を脱退した。1930年、昭和5年からは、舞台装置の製作や想定。 差し絵の仕事を始めるようになった。小賀が差し絵、装丁などの仕事を始めたのは、家計の問題からだったとみられる。この年には、総外の化粧、1930年、油彩、キャンバス、161.0129.0センチメートル、神奈川県立近代美術館像、他4点が2カ点に出品され、短い画論 超現実主義主観がアトリエ C1 月号に掲載された。1931年、昭和6年、日本水彩画会委員、監査になり、川端康成と知り合いになった。また、生前唯一の画集、小川春江画集を第一書房から刊行した。その他、子供の国にイラストを発表した、12月号から翌1932年6月号まで。この頃、小川、 道坂に、川端は、谷中桜木町にて、電車通りを隔てて、近くに住んでいた。高田力蔵によると、川端との交友のきっかけは互いに犬好きだったからで、小賀に、ブルドッグの世話をした、セヘンゲンただしという人物を介してかもしれない、という。1932年、昭和7年3月になると、強度の神経痛に侵され、体が衰え出し、次第に、 エンジ人ン的になりかわって、犬や小鳥を熱愛するようになり出した。高田力蔵が中野義和に宛てた指針によれば、昭和7年春、駿河台の某病院で、脊髄液検査の結果、病草を知ったとあり、梅毒は1931年、昭和6年頃から進行が始まっていたらしい。この頃小川、人嫌いになったことを伺わせる文章を書いている。 1933年、昭和8年に入ると、小賀の病状はかなり悪化し、丸禅で高価な洋賞を大量に注文する、ラクダのシャツをサンダースも買い込む、靴下をナンダースも買うなど気境な行動が目立つようになり、友人にも気づかれるようになった。4月から2家店出品のために、文化は人間を妨害すると、深海の情景、サーカスの景、絶筆の制作を開始し、その他、 同月には病床を抜け出して、日本水彩画界の仲間と共に、群馬日の基礎方面へ写生に出かけ、帰京した後再度写生に出かけるなど熱心で、この時多くの水彩画を描いた。そして、これが最後の写生旅行になった。5月には、安倍昆虫、東郷聖二、ミネ義シヨとアバンガルド研究会創設の話し合いをするなど、海画関係の活動は活発だったが、 義兄が重病との知らせを受けて7月5日に、クルメへ帰郷した際、病状はすでに相当ひどい状態だった。クルメに帰郷した小川は、毎日のように、松田実、昔の友人や坂本半次郎を訪ねていて、友人たちはその時の小川の様子に強いショックを受けている。小川は、軽いそう状態にあったと見られ、松田も坂本も、 小賀の精神状態が異常であることに気づいている。松田の階層によると、この時の小賀は、という状態だった。また、坂本繁次郎の回想では、と描かれている。同月14日に帰郷したが、その途中で発病、絶筆のサーカスの刑は、病心を押して完成させねばならなかった。裁判年の小賀の様子については、高田力蔵や川端康成、 阿部金剛らがいくつかの文章を残している。サーカスの K は、署名を高台木造に入れてもらったことが知られている。理由は、小賀が手の震えにより整ったローマ字を書けなかったためで、ある。高台木造によると、サインの代筆を頼まれた時、無名でもいいではありませんかと断ったが、小賀が、サインがないと絶筆のようで嫌だというので仕方なく、筆跡を真似て高田が入れた。 以前から妻の吉江や友人たちが説得して入院させようとしたが、小賀は病気を自覚していたにもかかわらず受け入れなかった。最終的に小賀を説得したのは川端康成で生活に困窮していた小賀の入院費その他の面倒も見た。8月1日に東京帝国大学島その内科に入院、マラリア熱療法を受けた。 入院当初は、施策や作画をしていたが、マラリア療法処置後高熱が下がらず、8月末には、意識もおろうとし、既得状態にあった。ブドウ糖の注射による栄養補給も困難になってからは、友人の協力による輸血で栄養補給したが、9月10日に亡くなった。去年39歳。1944年5月になって、全福寺境内に、 小賀春江の供養塔が作られた。記事の全福寺境内には、石井白帝の悲鳴による墓碑がある。安倍金剛の十回によると、全福寺にあった小賀の遺作は、寺の住職が小賀家とは、縁のない人に代わり小賀家と断絶したと同時に、散逸してしまったようだ、という。事実、二十一世紀に入っても、所在不明の小賀の絵は、少なくない。安井宗太郎が、 小賀の死後出版された小賀春江画集春鳥会1934年の中で小賀春江について次のように書いている。その他、東郷政治は小賀の叙情性を強調する文章を残している。また、後にサーカスの形を表してと書き残している。小賀は西洋の多くの美術動向や画家の影響を受け短期間のうちにその作風を変転させている。 若い頃の小川、竹久夢二の絵に憧れていて、1919年に松田定唱宛ての葉書でも竹久夢二を称賛ており、その影響はかなり長かったと見られる。その後もセザンヌから影響を受けたり、未来派やピカソ、ローランさんにも関心を持っていたことが残されたスケッチブックの模写から伺える。特にパウル・クレイからの影響は大きく。 1926年から1927年にかけてクレイ風の作品が描かれた。その後、海や鳥かごによって再び作風を転換させた。発表当時、海はシュルエアリスムの日本海外の初めての現れだとみなされた。油彩、水彩画の他に自作の絵につけた詩も多く残している。小賀春絵の代表的な作品である海は、 コラージュ技法による作品であることが分かっている。コラージュ技法自体は、古賀以前の大正期の画家が、すでに実践しており、それ自体はなんだ新しい試みではない。しかし、海においては、絵画におけるモンタージュではなく、むしろ写真におけるモンタージュ技法に近い点が従来と異なる。中田貞之介が、写真技術の新傾向、ホモリナギーの近所から、朝日カメラ2巻。 1926年10月号という論文内でホモイイコール、ナジの形成写真、コートプラスティック写真によるコラージュ技法の紹介を行っており、この頃、小賀はコラージュ技法に興味を持っていた。坂総一、小賀と信仰のあった画家によると、という、このような科学雑誌からのコラージュによる作画法は、マックス・エルンストや、 その手法を参考にして描いた一時期の複座は一郎と同様の手法である。以下のように1929年の海以降の多くの作品も科学画法、朝日グラフ、キングといった一般雑誌に掲載されていた写真のコラージュによって構成されていたことが明らかにされている。ヨーロッパのシュルレアリストの一部が精神障害者の描いた絵に興味を持ったのと同じく、 古賀もそれらに興味を持った。例えば、1930年の日課展に出品された、果てしなき頭皮は、アウグストネターの、脅威の牧人がヒントになって生まれた。果てしなき頭皮に描かれている人物のポーズは、脅威の牧人と全く同じである。この、脅威の牧人は、ドイツの医師ハンスプリンツホルンの、精神描写の造形という本の中に収録された図の一枚で、 小川はこの本に収録された他の図版を何点も模写している。また、この精神描写の造形はヨーロッパのシュルレアリストにも影響を与えていたと考える研究者が複数いる。ブルトン、エルンストなどのヨーロッパのシュルレアリストも精神障害者の絵に味を持ちそれらをヒントにして創作したが小川が精神障害者の絵に興味を持ったのは彼らの 著作物に影響されたのか独自のものなのかは、はっきりとはわからない。シュルレアリスム移行後の小鹿の絵にはしばしば近代的な建築物やロボット、機械が描き込まれており、残されているデッサンにもしばしば登場する。また、画面は構成的であり、ヨーロッパのシュルレアリスムが科学や合理主義への会議、反発、否定を出発点としたのとは矛盾する態度を示した。その他、 1930年1月に発表した超現実主義史観に見られる小賀の超現実主義の理解はヨーロッパのシュルレアリスムとは全く異なったものだった。この小論の中で小賀は以下のように書き夢や無意識の世界を描くことを否定的に見ている。そして画面の構成を強調し超現実主義とは出知主義であると主張している。 自物の純粋性が強調され、そのためには描かれた対象から現実感を消し、さらには絵から感じられる作者の感情も消し去る必要があると主張する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。